では巫女様の護衛はクラトス殿とリフィルに頼もう。私に依存はない。二人ともさっきはありがとう。おお二人とも先ほどはご苦労じゃったな。これは礼じゃ、受け取っておくれ。ありがとうございます。ありがとう、ばあさん。なあ、今話してたの、世界再生の旅のことか？そうじゃ。すっげえ、俺もついてきて、世界再生ってやつを見てよ。姉さんが行くなら、僕も行きたい。足手まといだ、断る。だと。聖堂での戦いとはわけが違う。子供は村でおとなしく留守番でもしている方がいい。クラトス殿の言う通りだ。さあ、私たちはまだ打ち合わせがある。お前たちはもう帰りなさい。別にお前が謝ることじゃねえだろ。そっか、ごめんね。あのな、まあいいや。そうだ、コレット、お誕生日おめでとう。クッキー焼いてきたよ。明日旅に出ちゃうことが分かってれば、もっとちゃんとしたものを用意してたんだけど。ううん、ジーニアスのクッキー美味しいから大好きだよ。どうもありがとう。で、ロイドは？コレットに首飾りを作ってあげる約束だったよね。やばまさか忘れてたりして。もうちょっとで完成なんだ。明日旅立ち前に渡すよ。本当だぞ。嬉しい。それじゃあ出発時間が決まったらロイドの家まで知らせに行くね。でも危なくないか？私巫女として旅立つんだよ。だから大丈夫。それじゃあね。嘘つき。これから作れば間に合うだろう。まあいいけど。ところで今日はもう帰るんでしょ？途中まで一緒に行っていい？いいけど、何か用があるのか？友達に会いに行くんだ。お前、村の外に俺以外の友達なんていたっけ？いいでしょ、別に。それよりさ、準備がしたいから。うちに寄ってってもらえると助かるんだけど。